で、ネットを使って稼ぐ場合、TikTok で稼ぐのはどうでしょう。ライバーっていう、いわゆるライブですよね。ライブ配信で稼ぐっていう人とかですね、出てきますね。あとは、ネットの活用でアメブロで稼げるんでしょうかとかですね、広告で稼げますかと。スナップチャット、アメリカでね、普通に使われてるスナップチャットなんですけども、これで稼げますかっていうのを聞かれてますけども、最新の手法とかですね、新しいいろんなメディアが出てくるんですけども、やっぱり王道みたいなですね、いわゆるその鉄板の、ビジネスモデルっていうのを大事にされた方がいいかなと思います。もうその軸がないとですね、やっぱり出てくるものにこうぐらぐら揺れて、結局ですね、なんか流行りものとか儲かりそうなものを手出して、結局中途半端で稼げないっていうのがほとんどのパターンなので、鉄板をしていくってことですね。で、DRM、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうんですけども、いわゆる、人を集めて、教育、ファンになってもらって売るっていうようなですね、これを情報